These walls。 今日は3回目のレッスンよろしくお願いします。先週から約1週間練習してきて、今まで歌ってた他の曲もなんか全然今までと違う声が出てるような気が自分でしていて、すごく実感しているんですけど、本当にそれで大丈夫なのか、また1週間で不安になってきたので、今日はそこも含めてますます上達したいと思いますので、よろしくお願いします。深夜ラジオのパーソナリティが流行りのアイドル少し茶化してる。聞き取れないほど早口な声も気に留めないまま流れて歌った。時は過ぎゆく、何もしなくても夜と朝は間に間に。はい、1週間練習してきた成果が出てると思います、すごく。で、今回気になったのは、はい、んだったり、えだったりするときに下から引き上げて高いところを出そうとしてる、うん、でもやっぱり上からうまく放ってあげた方が響くので、うん、喉からこう引き上げているその出し方を今日はちょっと矯正できたらなと思っていますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、ハミング、はい、で、響きを上に当てる練習をしていきましょう。はい、はい。まず、ハミングでも地声のポジションと裏声のポジション、あるんですけど、舞さんの場合は裏声でやっていきます。はい、はい、でここでハミングの音出せますか。上手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 。そこでじゃあ、んからあに変えてほしい。はい、あとなの間ぐらいの曖昧でいいです、はい、出しやすい声の言葉にハミングでポジション音の響きを決めてから、そこに乗っかって声に変えていく。はい、はい、読みましょう。そうあ、今のほっぺたのここがいいな。ここを引き上げてほしいから、声に変えた時もう一回いきましょう。もっとゆっくりでいいですよ。なゆっくり自分で響きとポジション声のポジションを耳で取りながら言って大丈夫です。ちょっと歌い方を具体的に聞きたいんですけど、はい、この深夜ラジオのラーっていうところがアタックすると声が強くなりすぎるし、うん、かといって優しくいこうとすると音程が不安定になったり、うんうんうん、なんかサビ全体が一辺倒になったりする感じがするんですけど、うん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 、そう、そうなんです。私も言おうと思ってたんです。はい、言おうと思ってたんです。そう、深夜今抜いてくれてますよね。はい、深夜ラーってで そこがすぐ伸ばす音なのでラーってクレッシェンドをしてほしい。ジオのパーソナリティがそう流行りのアイドル。そうすると強く。声もなっていくし、うん、メリハリがついていくので、うん、母音でその伸ばすところをどうやるかっていうのを、うん、息の量を増やしてあげる、うん、強くなるので、せっかくあの声帯を広げたり閉じたりで声の違う息の量のコントロールをやってできるようになってきてるので、うん、そこでうまく使っていってほしい、うん、はい、A メロとか最初の出だしのところもそうですよね、うん、そんなことのところもんで抜くけど、うん、こと、ちょっと息の量を増やして、うん、また息を散らして終わらせる、う
か息の使い方でこの曲自体がすごく変わってくるんで、うん、無理に地声で高いとこ出そうとしないで、うんうん、そうそうそう、うまいこと、さっきみたくハミングから裏声にやった時みたいに裏で抜いて、うん、また地声に戻して息を、そうそうそう、そう余韻を作ってあげる、うん、語尾を、そうするとすごくグッと大人っぽくなりますね。なるほど、うん、わかりました、やってみたい早くシアラジオのパーソナリティが流行りのアイドル少し茶化してる、聞き取れないほど早口な声も気に留めないまま流れて歌った。時は過ぎゆく何もしなくても、夜と朝は間に間に。お疲れ様でした。はい、ピッチもだいぶ安定してきて、裏声もすごく綺麗にはまってきて、まだ嬉しいです。はい、まだ、息の量をたくさん当てて高い声出したりっていうアタックがまだ強いので、そこを柔らかいところから入れてクレッシェンド、息の量を増やして柔らかく出すっていうところをまた詰めていけたらと思うので、はい、最初の方にやった、息の声帯を開閉することによって息の量を増やしたり、はい、減らしたりっていうのと、あと裏声、うん、ハミングのポジションですね、今日やったところは引き続き練習してきていただきたいです。はい、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今日はありがとうございました。今日もありがとうございました。ずっと一人で練習してる間に疑問に思ってたことを今日全部聞けたので、それを今日持ち帰ってまた来週まで練習していきたいと思います。で、やっぱり裏声ハミングが苦手なのと肺活量が足りないっていう課題がはっきりしたので、そこも中心に頑張っていきたいと思います。今日はありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。